暴れん坊ケイちゃん。はい。ケイちゃん撮ってろ、ほら。お前ら、ケイちゃん撮ってんだろ、今日。もうこいつら、ほんやろ。おい、いたぞ、ほら、竹原さん。いましたね、何ヶ月ぶりですか。何ヶ月や、このやろ、豚。C じゃねえよ。知らないよ。なんだ知って。だからそこダメだって、そこダメなの分かってるじゃん。うちのジムではめちゃくちゃ多い。だからそこは静かにしてくださいよ。この野郎は本当に、この野郎閉めろって。ケイちゃんちょっと撮ってんだな。カメラ回ってんじゃん、この野郎。ゴキブリ撮ってました。今やってるから、ちょっと待ってよ。なんでなんでこっち回してんだ、この野郎ゴキブリ。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。回すな、この野郎ゴキブリ。この野郎もう回してたんですけど。今こっちはこっちでやってるんだよ。邪魔ね、この野郎。ご無沙汰です。お前知ってたのか。俺知らないです。何だよ、何だよ、何だよ、何なんだよ、この野郎。何なんだよ。こっちが何なんでしょう。奏者の取るんじゃねえよ、いきなり。やってたんだから、俺らだって。ちょうどよかった、玉ねぎの。いらねえよ、お前。玉ねぎのロケやってたから、ちょっと玉ねぎ持って。分かった、なんだよ。やめろよ、お前。暴力反対だ。お前だけ絶対許せねえと思って。なんだよ、お前。竹原さん、言ったぞ、そっち。山さん、山さん、はい、覚えてます、約束。なら覚えてます。怒ってんだよ、うちのも。覚えてます。うちの大将、大怒りだ、若大将も。ちょっと前の話で。はい。呼ばれてやってきました。斎藤に呼ばれてやってきました。うるせえよ、お前。ま、俺とやって負けたら、ほんと普通に叙々苑でおごれ。そうです。まあいいじゃないですか。大丈夫、負けねえから。どういうことですか、これ。いや、あの時は本当悪いなと思った。いや、悪いな、悪いなじゃねえよ。あの後回ってるじゃないですか。お前、なんだ、女連れ込んでんのか、この野郎。おい、女連れて、宿夜やってるじゃねえ、この野郎。ほんま。マネージャーなの。マネージャーとできてますか。女やった。できないだろ。宿夜やってんじゃねえよ。宿夜やってない、何なんだ、だから。嬉しいですね。逃げなかったな。何？逃げなかったなってよく。俺は逃げねえ。俺は逃げねえ男だよ。ここだよ、今日。でも早く連れてけ。焼き肉神宮。あ、連れてこい。よかったぜ。ありがとうございます。いただきます。竹原3だろ。いただきます。濁すなよ、そこ。3って言えじゃん。おい、見てみろ。おー、貸し切り。貸し切り。もう早くしろや。食わせろ。え、僕ら好きなの頼んでいいですか。いや、今日はあのもう全部決まってます。決まってんすか。はい。何これ、それ決まってるって。はい。マジですか。野菜を中心にした、野菜が、野菜焼きを中心にして、はい、今日はヘルシーにいこうかなと思って。いやいや、野菜中心っておかしいじゃん。俺ピクピクしたもんね、竹原さん。あ、でも嬉しいですね、約束通り。約束ちゃんと守るんですね。はい。うちだけの男と思ったら。そうですよね。俺もそう思ってる。なんで来たか分かんねえのか、まず。焼肉か。そうですよ。そうだよ、分かってんじゃねえか。なんで焼肉絶対な、絶対な。もう、不思議ですよね。あの日、俺、山さん払ってるかなと思ったんですよ。それこっち、俺も払ってる。俺が払おうと思ったら、先にマッコイがなんか吐いたがどうとか頭痛がっつって帰る帰るって、その時に払ってくれたから、その時ごちそうさん。それはそれで絶対な、お前。うわ、あれ誰だ。あれ、ああいう雰囲気でさせたの誰か知ってますか。いや、山さんですよ。マッコイです。マッコイの、マッコイがあの時はそういう空気になったから、ちょっと俺もあれかなと思って。不思議ですよね。もう素材見せるしかない。ああ、見ますか。女も女も素材ですか。素材うちないもんな。
まあでも今日はね、やっぱ申し訳ないけど、これは負けたんだから怒ってよ。でよ、だから自分たちで頼んで、俺はもうだんまり組み込むから。マジっすか。はい。何だんまりだんまりって。お好きなものを注文してください。あ、いいですよ。ああ、今日は食べたいものを、はい、食べたいものを食べれるだけどうぞお食べください。いいですよ。ネギのなんかありましたね。ネギやばい。ございます。いやー、ヤマさんはちゃんとこうやって単勝からですよ、竹原さん。ですよね、絶対そうですよね。意味はお前も食えな。ダメダメだよ、じゃあ。そんなに食えないよ。だってスタッフ分もおごってくれるって言うんだから、だって。昔からそれなんか食ってたよ。ちょっと怒ってますね。なんか、すげえ怒ってる感じしますよね、タカ。あのね、うるさいんだよ、俺がどうの。店は店で貸し切りだろ、いくら払えんだよな。そんなに来てお前、じゃあ払いんだよ。歯が入れんのかよお前さ。なんだなんだよそれ。なあ、怒ってた。こんな怒ってね、俺らね。どうせ怒るんだら、もうちょっと食べさせてくれた方がいいね。もうちょっと食わせろよ。じゃあどういうことですかそれ。最初はそんな話ばっかりしてよ、めっちゃ怒ってるよ。なこんな、いや嬉しいわこれ。何の話がしたいんだよじゃあ。ずっと怒れ怒れの話ばっかりで。つまんねえよそんなギャグに。どうしましょう俺ら、山本さん。なんだよお前も。それマジな方向で。マジな方向だよお前。言ってんだよ毎回毎回。ほらな。だますね、そんな方は。まあ、同じ人だって。俺が今日怒りますよ。いや、大丈夫。山本さん怒ってやるんですよ。僕怒りますよ。俺は今日は山本さん。いや、俺が怒りますから。俺が怒りますから。いや、じゃあ俺が怒りますか。俺が怒ります。大丈夫。山本さん、本気で怒ってだめねえよ、女ばっかり。山田さん、機嫌直してくださいよ。同じ話を繰り返しよ、ずっと。そうなりますよ、だって様子伺いながら、だってこっちは作るんですから。だってお前、出てくるものに対しても誰が怒る、誰が怒るの話ばっかりずっとされて、何お前、進むんだよ、それ以上。ここはカットしろよ。これマジ怒ってる。いやマジ怒ってるじゃん。同じ話の繰り返し、何も面白くないじゃんこんなもん。そうですね。あおげるよ。いやいや、そこから大体こうよよなんかネタが出てきてこうやろうかなと思ってるんですよ。行きましょうか。はい。いやいや、もう好きな台本で食いましょう。うん。もう僕には本当にください。ね、そうですよ。タイミングで。はい。と、あとはマシュマロがある女の子たちが、とテレビのことは竹田テレビで別として、はい、事務所ともない3つ目は1つ目は、とか2ヶ月くらい出されるあーそれ以上は、もらえない。恫喝だよ、あれね、竹原さん。すごいっすよ。恫喝してさ、俺たちをさ、いつもキレるマッコイさんがもう、正しくなって、冗談じゃないよ。僕、用事あるから帰りますって言うから、俺残されるの嫌だから、僕も帰りますってね、乗っけて帰ってもらって、めちゃめちゃ空気悪いから。おい、なんだその顔。違う、下から見たらそういう風になるだけだろうが。お前、2個下なのになんでここ上みたいな態度は。なんだこの野郎、お前。お前のことなんか、お前、年上だと思ったことねえよ、この野郎。じゃあ、倒れ。なんだ、ちゃがれって。ちゃがれよ、お前は。ちゃがれってなんだよ、ちゃがれって。ちゃがれのことだよ、ちゃがれは。お前、ちょっと久しぶりに会ったな、この野郎。悪い、この野郎、顔しやがって。違う、こんな風に囲まれてみ、いい大人に囲まれたらこういうのになるだろう。刑務所上がりみたいな顔しやがって。刑務所お前、意外しろよ、この野郎。あれ、刑務所入ったんですか。入ってねえや。ギリよ、ギリ。何やったんですか。ギリ。ギリ、待ってる。行かねえことだ。ギリも入ってねえよな。あやめろ、この野郎、刑務所上がり、この野郎。こいつ、
おい、マッツ、いや、あれは謝った方がいい。謝った、ほら、そうだろ、謝った方がいい。チャバレもそう思うよな。あれは謝った方がいい。なんでお前までじゃ回してんだよ、今。あれはダメ。ダメでしょ。ほら、ダメだよ、あれ。そうだよ。あれはダメだよな。ダメでしょ。あれダメっす。チャバレもこっち側いた。なんだ、どうしようっつうんだよ、じゃあ俺に。どうしろ、考えろ、わかんだろ、お前。謝ってろ、サブレー、謝っとるから。お前、こんなやろ、お前。ちょ、見てみろ、あれ。一回な。